こんにちは、ラブコツインズアナコと妹のアコです。今回はですね、群馬県にありますマサガさんにやってきました。こちらね、前回サムライイーティングっていうね YouTube のチャンネルがあるんですけど、そこでガオーっていうのをね、うん、出させていただいた時にマサガさんで食べたんですけど、おうどんが本当に美味しいっていうのが有名 で、うん、で前回食べた時もめっちゃめっちゃ美味しかったのも、だから今回でも2人で行きたいねって言ってやりました。デカ盛りのカツカレーと天ぷら丼を頼んでおります。楽しみです。天ぷらぶっかけうどん、本来はねぶっかけなのでおつゆがかかってるんですけどね、量が多すぎるのでつゆは別です。私たちは、わあ、このね天ぷらたちがすごいの、もうおうどんが見えてないね、素晴らしい。こちらが天ぷらうどんについてくるおつゆなんですが、ぶっかけなので、ね、冷たいおつゆと大根おろしと生姜とネギ、それがカツカレーです。わー、このねチキンがホロホロなんですよね。私食べてやかったから食べれなかったですね。それ2個来たらすごい。掃除量は不明です。はい、来ました。こちらが天ぷらうどんで、こっちがカツカレー、いろんな煮物が載っております。すごい。そちらは不明です。伸びやうちに、では早速いただきます。で、天ぷら辛い、さっき天ぷら辛いにしよう。すごい、カニカマ店移動させまして、ドッキング、おいしい。あ、もう衣も美味しい。うん、天つゆ、ありがとうございます。うまい、うまい、美味しい。うん、天ちくわ、うん、うん、じゃじゃん、エビ、うん、うん、めっちゃ美味しい。中とろとろになってる、頭の中でも作るんだよ。うん、美味しい。うん、うん、これはウィンナーの天ぷら、うん、美味しいのね、これも。めっちゃ美味しそう。うん、うん、うまっ。ホタテに見える、タコ、タコ、タコの味がいっぱい入ってる。いいんだ。うん、うん、うん、タコプリプリだ。うん、これカニや。カニや。ソフトシェルみたいな感じかな。うん、タコふわふわや。うん、うん、うん、何も硬くない。これ気になる、気になる。めっちゃ美味しいよ。甲羅とか感じやんね、薄皮って感じ、うん、柔らか、うん、美味しい。カニ味噌のとこやばい、ここや、うん、うん、美味しい。カニのさ、香りが鼻から抜ける。うん、ピースしとる、うん、何やろこれ、いか、ぬれちゃん、巨大春菊、うん、うわっ、サクサクや、なんか全然美味しい。うん、
巨大かき揚げ。舞茸飛びました。うんうん、舞茸プリプリじゃない。天ぷら食べ放題の領域。確かにこれ1個ぐらい乗っけそう。うん、つまみも、あー、うまい。これも薬全部水分のパターンの、うん、うん、キャベツは食べちゃう。うん、すごいとろやね。うん、おいしい。鶏天、めっちゃおいしいね。うん、お肉プルプルなの。揚げる前にさ、味ついてるんだな、これ。うん、じわっと感と鶏肉の肉汁のじわっと感が同時に来る。これだけでご飯食べれる。うん、だいぶ天ぷらを食べ過ぎまして麺が出てきました。最高なんやね、これが。おいしい。みんなに店に乗せたこの麺の長さね、一番重要なの。まだまだまだよ、まだよ。すごくない、この長さ。腰あるのにプルプルもちもちなんですよ。そう、これめっちゃ本当不思議な食感よね。なんかこんなに太るのにもちもちしてるのすごいんやけど、しごわごわしないよ。この1分の長さちょっとここからこう伝わせるけどさ、すごいな、大きい画面をはみ出る。太いしさ、長いからさ、だからみんな一麺の半分ぐらいで口パンパンになると思う、うん、一人前こう取るじゃん。あ、でもわたかさんに口盛りが多いからな、うん、これ口盛りづらいかもしれん。ミニ生姜のとこ、もうね、うどんをあげられるじゃなくてね、自分が引く、このスタイルがベストですね。Thank you.
天ぷらの最後の卵、うん、何キロか予想しよう。体感ね、8? そうよね、多分8キロぐらいある気がするから、今一人4キロずつ完食して、うん、次はこちらに行きましょう。これなんなんやろ、唐揚げ、パン粉がついた感じの、この香りだ。パン粉だけの美味しいね、うんうん、初めて見た、うん、あと限定3食あります。カツが普通なんです。カツカツ、ちょっと甘いね、このまま、うん、甘辛い味付け好きな人好きなやつや。はい、ソースカットみたいな、うん、ソースだけやんでも味わってて、うん、無理無理無理。エビのこのタイプの唐揚げは珍しくない、うん、カツだ。丸ごとエビかけよ。エビ一個一個がめっちゃでかいですら、うん、しっかりするね。噛み応えがある。うん。あ、あと、ちょっとで。うん。これこれやん。量の時。混ぜるだけで肉がほぐれていったね。スプーンで。あ、それもなんかちょっと甘じょっぱいですけど、うん、美味しい。いや、スルッと取れるお肉が、うん、うん、カレー見えとるかな、このうん、甘口かなって思うけど、ちょっと最後スパイスなの、スパイスくるんや、うん、うん、見てほら、大きい、うん、すごいね、うん、うん、え、すごい、ちょ、ご飯の量がえぐいやん、え、みちみちよ、見ます、これ、まだそこではない、みち、みち、あ、そこ見えた、ほら、ほら、みちみち、湯気見えればいいのにな、うん、うん、うん、みんな冷めてたよ、うん、で、メンチカツ崩しちゃったんやけど、これ食べてみていい、うん、メンチカツとご飯だよ、おいしい、存在感すごいね、メンチカツ甘いけどさ、この玉ねぎの甘み、うん、お肉のジューシーさ、
一旦揚げ物を避難させます。させます。ちょっと一旦揚げ物をね除去しまして、すごい見ます、これ深い白米がギチギチであります。混ぜていきましょう。混ぜました。増えました。うん、玉ねぎのデカさ、タップしました。これは多分合計20キロ以上ありますね。体感がやばいからね。だんだんお腹がパンパンになってきました。初めて増えるカレーの量、うん、カレーって大体目視で絶対生き物なんですけど、うん、初めて増えるカレーの量ってねって言われちゃって美味しいのよ。こんなお肉いっぱい入ってるんですよ、うん。かけ声が素敵よね。本当にお客さんでお客さんがすごい、すごいよ、うん、16人もちっと、うん、1時間半ぐらいね食べ続けたんですけどね、だいぶお腹が満腹になってきましたので、ちょっと残りはですねテイクアウトしてお家で食べたいと思います。すごい、ね、最後の一口だけしよう。このこちらに残っているままお持ち帰りしますが、最後の一口ごちそうさまでした。いやー美味しかった。今日食べきれず、ちょっと食べきれないけど、うどんはもうめっちゃ美味しい。一番好きなうどんやん。私太いとやっぱり腰の方が勝ってまうのに、うん、もちもちとつぶのプルが勝って、硬くないよね。なんか芯はしっかりあるんやけど、周りがプルプルの、そうプルプルもちもちなの。カレーは難しい。天ぷらもすっごいザクザクやし、うん、カレーもこんなにお肉たくさん入ってるカレー見たことないし、ショッピング見たことないし、うん、もう何来ても本当全部正解になったね。人気の理由が分かるっていう、うん、と人すごい、うん、まさかさ何食べるかってないんですけど、もう食べたいのありすぎて、もうほんとに迷った、うん、でも大体の王道がみんな天ぷらうどんとカツカレーやからそれにしたんやけど、明太クリームうどんとかカルボナーラとかいろんなのがあるの。親子丼とかもさ、ずっと言っといてめっちゃ美味しかったし、近くに行ったらもう週7だからよ ね、 ね、また来たいね、うん、それでは本日もご視聴ありがとうございました。この動画がいいねと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録をぜひお願いします。その他 SNS も見てるので、よかったらフォローお願いします。バイバーイ。詰めましょう。詰め詰め作業開始です。